お隣韓国さんで、歴史解釈を間違ったら懲役刑という法案が採択されたようです。記事と韓国の反応を見てみましょう。韓国与党共に民主党が27日、議員総会で 5.18 民主化運動公衆事件の真相究明及び歴史歪曲処罰関連法案を討論として採択した。パク・ソンジュン院内報道官は、反対意見がなく、全員一致で議決したと伝えた。6月当時、イヘチャン代表は、憲法に反しない範囲で、5.18 有効者に対するフェイクニュースを撒き散らして歪曲するハレンチなものを処罰する特別法を作ると語った。約4ヶ月間の党政策委検討を経て、民主党は、この非討論採択手続きを終え、関連法案を発議した。ソルフン議員が発議した真相究明特別法は、戒厳軍の荒れ暴行やヘリコプター射撃など真相究明が必要な項目を具体的に明示した。イ・ヒョンソク議員が発議した歴史歪曲処罰特別法は、公衆事件を悪意的に歪曲捏造する場合、7年以下の懲役または7000万ウォン約648万円以下の罰金に処するようにした。流血鎮圧に加担した軍人に対して公訴時効適用を排除する内容も盛り込まれた。野党国民の力は8月、学会などの議論が先行するべき地方与院内代表という見解を明らかにした後は公式立場を表明していない。ただし個別議員を中心に批判が累積している。カクサンド議員はこの日、歴史に対する見解や評価は法で強制できるものではなく、憲法上基本権である表現の自由を大幅に萎縮させる余地が大きいとし、学者が社会的通念と距離がある理論を学術的に提起する場合、それも処罰するのかと反問した。憲法学者であるチャン・ヨンスコル大学法学専門大学院教授は、歴史的事件に関連する確実な事実を歪曲捏造する行為に対しては現行法でいくらでも処罰が可能だとし、4.19 革命、4月革命など過去の様々な歴史的事件を後にして 5.18 に対してだけ特別扱いをすることについて納得できるだけの理由がないと指摘した。それでは韓国さんの反応です。事実が確実に確認された問題について歪曲されたとき、それに対して法を適用することは大丈夫だと思う。しかし事実が曖昧または議論の余地がある場合、それに法を適用するような間違いを犯しては絶対にならない。こんなマインドの集団が180議席を占めているこの国は絶対におかしい。地球上で歴史解釈について法を定めて違反すれば罰しようなんて、大韓民国が世界初だろう。これが軽独裁。事実であったかどうかは別として、歴史的事件というのは必然的に様々な見解の違いや解釈が存在するのは当たり前だ。それを自分たちの都合のいいように解釈することに固執しているようにしか見えない。 5.18 は聖域なのか。表現の自由なんて 5.18 の前では無用の長物ってことか。そして誰が歴史歪曲の基準を決めるの。お前らにとって都合のいい話を基準にするのか。民主化運動とか言っておいて全く民主的じゃないんだが。法案の内容自体がすでに民主的じゃないんだけど、お前らが言ってる民主化の定義って何なんだ。歴史歪曲って今の左派政権がまさにやってることじゃないの。左派政権の考える歴史に逆らえば罰せられるとか、本物の共産主義国家だな。ここまでして一体何を隠そうとしているのだろうか。あまりにも常軌を逸していて言葉にならない。この国は自由民主主義の国家で本当に合っているでしょうか。ということで、コメントがなんだかおかしなことになっていますね。韓国さん的には大喜びしそうな法案だと思ったんですが、なんだか反対する意見しか見当たりませんでした。というか、そういう国だということを知らなかったかのような言い方ですが、韓国さんってもともとそんな国でしたよね。今回の話も夏頃に一度話題になっていたと思いますが、いよいよ本格的に議論されるようになってくる感じでしょうか。本来であれば
この法案が可決され、施行されたら、日本との歴史問題で、韓国さんの人口の8割くらいの人が、懲役刑ということになっちゃうんでしょうが、実質、この法案って、歴史歪曲ではなく、韓国にとって、都合の悪い歴史解釈をしたら、懲役刑って感じなんだと思います。なので、例の本の著者らは、ちょっとやばいかもしれませんね。それにしても、こんな法案に反対する議員が、一人もいないっていうのもすごいと思いますが、憲法に違反しない範囲でというのが、ちょっと韓国さんらしくないのかなと思っちゃいました。韓国さん？韓国さんは韓国さんなんだから、そんなこと、気にしなくてもいいんじゃないですか？ということで、ご視聴、ありがとうございました。それでは、また次回の動画で、お会いしましょう。